クレイグ・ブンタンは、カナダ出身の男性元フィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピックペアカナダ代表。パートナーは、メーガン・デュハメル、バレリー・マルコーなど。9歳の頃にスケートを始める。以後と、様々な選手とペアを組み活動を続けていたが、2002年より、バレリー・マルコーとペアを結成。2003年から、カナダフィギュアスケート選手権で3連覇を果たす。 2006年トリノオリンピックに出場し11位。ISU グランプリシリーズには2002年から出場ししばしば表彰台に立つ。2006から2007年シーズンにはファイナルに初進出したが、このシーズンをもってバレリー・マルコが引退し、ペアを解散した。2007から2008年シーズンからメーガン・デュー・ハメルとペアを組む。2007から2008年シーズン。 ネーベルホルンハイに出場し2位。翌シーズンには、エリック・ボンパールハイでは、FS の演技中に、デュアメルのエッジが、手の甲に当たり流血するハプニングがあったものの、包帯を巻き最後まで滑り切り、ISU グランプリシリーズ6度目の3位となった。カナダ選手権では2008年に3位、2009年2位となったが、2010年には3位止まり、 地元バンクーバー開催のオリンピック代表には届かなかった。同年の4大陸選手権の3位を最後に競技から引退した。引退後はマギル大学での学位取得を予定していた。2011年8月に結婚。TB インというコーヒー豆やお茶を販売する会社を設立している。ザインサイドエッジ、キャッチング、アップウィズ、エミリー・ヒューズ・ハットリード・ザ・ティー・リーブス。 文鎮オンパスツーサクセスハット TV イン公式サイトありがとうございます